チェック、あ、チェック今日は2024年9月27日金曜日1時45分ですね。24th September 27th Friday、 袴田さんが無罪になりましたという大きな記事ですね。ビッグアーティクル、ミスター袴田ゲットイノセンス。で、この判決が結構いい判決みたいですね。 This decision given by the 静岡プレフェクチャーコートです。Pretty good。 警察、検察が味噌タンクに、服を入れて証拠を捏造したことを認めて、実質的な捏造だとちゃんと指摘してますね。 The court judgePoint out, fabricate the evidence by the police and the prosecutor's office, put into the miso tank the blood clothes. It's real fabrication.で、社説に書いてあるけど、こういうことが、まあ、繰り返されるのはやっぱりシステムをちゃんとしなきゃいけない。まさにその私がいつも言ってることですよ。Such a incident happened. Improve the system of the justice だね。だから死刑判決が再審で無罪になったのが 6件目ですよね。This is the first time, fifth time, the death penalty case retire and get the innocence. だから私は繰り返し言ってますけども、証拠を捏造したり、不正なことを警察や検察がやった場合には、やった人は罰せられるというシステムを作りなさい。今は何にもないですよね。We have to...make the system or rule law when the prosecutor's office or police officers fabricate the evidence, they are punished. 当たり前ですよ、こんなの。なんでそれが、そんなことが許されるんだ。咎められないんだ。It's a normal. Why they didn't punish? 人の命を危険に脅かしたんですよ、無罪な人をね。They threaten the human life. まあ、結局はこれも国民の責任です。It's responsibility. それを問えない国会議員を選んでいる。We choose such a politician. Don't change that system or officers.忘れていないかと風が問いかける。諦めていいのかと風が問いかける。あなたの悲しさはあなただけのものではない。あなたの怒りはあなただけのものではない。歴史の壁に風は立ち向かって吹く。今は見えなくとも風は君を揺らす。風になろう、風として生きよう。海を越えて、憎しみを乗り越えて、平和への思いが青空に舞い上がる。
抑圧の枯れ葉を吹き落としてゆく、あなたの戦いが風を運んでゆく、あなたの優しさを風が広げてゆく、虚しさも苦しさも風は包んで吹く、今は見えなくとも風はよみがえる、風になろう、風として生きよう、海を越えて憎しみを乗り越えて、ということです。